皆さんこんにちは、小場翔です。今日はスペシャルゲストに推進塾の橋本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、最新版の日東駒線の推薦の闇ということでお話をしていただこうと思います。はい、毎年ですね、日東駒線の、まあ、いわゆるですね、推薦入試が倍率 1.0 倍あるじゃないかということで、ピックアップをさせていただいているんですが、はい、今年も新しいデータ、まあ、つまり2024年度入試のバージョンが最近ですね、オープンになりましたので、はい、橋本さんが調べてくださいました。はい、で持ってきてくださったんで、はい、まあ、ちょっと2人でね、話をできればなというふうに思っております。はい、はい、なので一応まあ読み上げというか、はい、あの数字持ってきていただいたんですけど、僕の方から読ませていただきますね。はい、はい、じゃあまず日大なんですけど、はい、日大を大きく2つ分けて、公募型とあとは総合型、はい、指定校型はまあどうでもいいでしょ。なので公募型からまず見ていこうと思うんですが、まず公募型の文系ですね、はい、こんな感じになっております。まあ、小学部、芸術学部、国際関係学部で1倍台がありましたよということですね。はい、これどうですか。そうですね、これ正直、まあ、結構こう 1.0 倍とかもあったりするので、非常に貼りやすいかなというふうに思います。そうですよね。はい、これなんか条件とかあるんでしたっけ。はい、あ、そうですね、国際関係学部とかって聞くと結構英検の、ね、順位級必要なんじゃないかとかってもしかしたら思われるかもしれないですけれども、全然そうではないというところ。いや、全然いらないです。はい、日東駒線レベルで英検準1級を求められることはまずないですよ。はい、うん、求められて2級ですよね。はい、で見てみると、ここはですね、評定 3.7 以上、かつ英検準2級ですね、で OK というところになってきます。はい、準2級ですね。はい、準2級です。はい、なので、まあ、下手したら別に中学生持ってますよ、ね、最近は。いやいや、申し訳ないですけど、はい、別にバカにするわけじゃないんですよ。うん、あの普通にうちの塾の生徒さんでも英検ね、受けてらっしゃる方であれば、まあ、中2とか、はい、まあ、もちろん早くやったらね、本当に中1とかで取るけど、うん、とか小6で取る子もいるけど、まあ、普通にね、あの頑張ってコツコツやるよって子でも普通に中2とか中3で取るぐらいの試験なので、うん、まあ、その高校生が必死になって死に物狂いで届かないラインではないですよね。はい、うん、で評定 3.7 も、まあ、例えば体悪くてちょっとこう学校に1年間行けませんでしたよとか、そういう子じゃなければ、はい、まずこう、まあ、少なくとも学校に向かってちゃんとこう正面から向き合って定期テストの勉強とかしてましたよって子であれば、まあ、概ね行くでしょうから。そうですね、そう、うん、って考えると、まあ、かなりボーダーラインとしては低いかなという状況です。うん、はい、でさらに深刻なのが理系でして、はいはい、こんな感じで持ってきていただいてるんですけどね、はい、数字を、まあ、たくさん1倍台というか 1.0 倍があるということですね。はい、まあ、生産工学部、工学部、うん、はい、ね、その他もろもろ薬学部とか歯学部でもあるということなんですけれども、ね、まあ本来であれば、はい、学部学科見てみると、まあ、機械とか電気電子とか、うん、就職悪くない学科でも、まあもうはや 1.0 倍、はい、どう見ますか。いや、そうですね、もうなかなかこれも、まあ、出願すれば合格するってことですからね。はい、そうです、はい、あの生産工学部とかはあの条件がもうなかったんですね。うん、なんか関心があるとか、はい、第一志望であるとか、はい、なんか入った後のやることが明確になっているとか、はい、なんか3があったんですけど、はい、特にこう資格が必要とか評定が必要とか全くなかったので、本当にこう手を挙げれば誰でもいけると。いう感じになってますね。そうですね、はい、あ、一応だから注意をしていくと、はい、この公募型、まあ、他の総型もそうなんですけども、うんうん、第一志望であるのが条件にはなっているの で、ね、はい、例えばここで、あ、1倍台じゃあこれを取って、ね、年明けにマーチ受けちゃおうかなみたいなのはできないです。そうですね、はい、あの後で出てきますけど、うん、あの東洋大に関しては、はい、あのこのチャンネルでも扱いましたけど、はい、年内に学力型で併願可能な年度入試があるよっていうのは、うんうん、あのお伝えしましたね。で別にそれは併願可能なんで受けていいんですよ、うん、年明けに他の大学を。ただ今日紹介するのはいわゆるがっつり推薦型なの で、ね、あのダメですよって形です。はい、で話戻して、はい、では公募型話したんで総型ですね。はい、もうこれ一気にいっちゃおうかな。はい、こんな感じでドンという感じでございます。うん、学部でいうと法学部、文理学部、経済とか芸術、まあその後理工学部とかいっぱいあるんですけれども、はい、どうですか、これも 1.0 倍がポツポツありまして、うん、そうですね、これ去年より増えてますよね。そうですね、まあ、確かちょっと増えていったような気がしますね。はい、だからまあ、はい、もう行きたければもうこう使った方がいいっすよね。いや、そうですね、別に今年がすごい倍率が低いものをピックアップしたとかじゃなくても毎年これなので、うん、多分来年も変わんないんじゃないかなって気がするんですよね。というより増えて、はい、あ、そうですね、むしろますよね。はい、そうですね、だから例えばその、はい、僕怖かったのは、うん、まあ、橋本さんとこういう動画撮ってて、はい、1.0 倍だよって動画で言ってるじゃないですか。はい、でありがたいことにね、まあ、何百人何千人の方に見ていただけると、うん、まあ、それが広まっちゃって受けたら、うん、あ、 1.0 倍はさすがになくなりましたっていうのはあるかなって思ったんですよ。はい、うん、とか、まあ、僕らがねそんな影響力あるわけじゃないけど、うん、
まあ、それを見た人がさらにこう拡散したりとか、ね、別の塾の人が言ったりする可能性もあると思ったんだけど、結局増えた 1.0 倍がということはですよ、僕らが、ね、程度の人間だったらば言ったとしても、それ以上にこう言い方悪いですけど志願者のこう減少もあって、そんなにだからビビらず受けに行ってもいいのかなというふうには思う。もちろんやりたくないなら受けない方がいいですよ、やりたくないことね、ただ僕これやりたい、日大行きたいと思うなら受けた方がいいよなっていうふうに思いますね、うん、そうですね、はい。では次に東洋大学ですね、うん、はい、ちょっと行ってみましょうか、はい、東洋大学も総合選抜と、はい、公募型に分けたいと思うんですけれども、ね、はい、まず総合型ですね、2種類あって、はい、栄養型と自己推薦型ってあるんですけど、はい、これちょっとまあ違いを軽く。そうですね、基本的にはこの栄養型っていう方が活動実績っていうんですかね、まあ元々栄養入試ってそういったこう何かこう部活動でいい人がみたいな人が出願するような入試だったりしますけれども、そういったものが栄養型推薦になっていますと。で、自己推薦は自分のまあ資格ですかね、そういったものがある人が出願するような試験になっていますね、はい、まあ、ちょっといろいろ細かい部分もあるんで、はい、ご自身で調べてほしいんですけど、はい、ざっくり言えばだからボランティア系なのか、あ、そうですね、まあ、英検系なのか、はい、みたいなところですね、はい、そうですね、ざっくりですよ、はいはい、で一応もう一気に出しちゃいますけど、ドンとこんな感じになっております。まあ、1.0 倍はさすがに、はい、まあ、日曜日は少ない、そうですね、けれどもということですね、あるはあるということで、うん、はい、まあ、ただあと1個だけ言うなら情報連携学部に関しては確かに 1.0 倍なんですとか、うん、志願者なしとかもあったんですが、うん、これはなんかプログラミングとかが求められるということで、若干、はい、ちょっとこうハードル高かったかなというのはあるかなと思います。そうですね、はいはい、でいっぱい使えてるんで次いきますよ、はい、で次学校推薦型選抜ということで、はい、まあ、これ公募型になりますけれども、うん、これも一気に出しましょう、ドンということで、うん、まあ、学部でいうとね、まあ、文から経済、はい、経営法とも、うん、本当にもうしっかりとねメイン系の学部が並んでいるんですけれども、まあね、結構1.0 倍が増えてません、そうです、ね、今年、うん、なんか増えてる気がしますね、なんか毎年去年より増えてますよね、はい、東洋なんか去年までは日大でバーってあって、で東洋がちょろっみたいな、うん、で駒澤選手はまあなくはないけど、うん、まだほぼないよねみたいな感じだったのが、はい、ちょっとなんか東洋パラパラパラと増えている感がございます、うん、はい、そうですね、はい、条件変わらず大体そう 3.5 評定平均の 3.5 からまあ大体 3.7 とか 4.0 ないぐらいが大体表、うん、条件になることが多いですね。そうですね、だから普通に学校の勉強を別にそのめちゃくちゃ真面目じゃなくてもそれなりに真面目に受けていれば取れるレベルだったりするので、うーんってとこですかね。そうですね、うん、3点前半の人の方が多分少ないと思うので、そうですね、このあたりはねほぼ出せるのかなと思いますね。はい、であとさっきも言った通り、まあ、東洋大学は、はい、その奥の手の年内入試学力バージョン併願可能というねこう3つ 3, もう3拍子揃ってるわけですよ、はい、年内入試、ね、はい、でしかもいわゆるこう自己 PR じゃなくて、うん、学力選抜、はい、ね、つまり一般受けたい人向けでかつ併願可能という、うん、はい、この、まあ、ある種こう、うん、まあ、最後の言ってって言ったら失礼かな、なんて言うの、奥の手を出してきているので、まあ、それが今度どうなるかですよ ね、 そうですね、来年以降ね、はい、まあ、受けたい方もいると、別に受けちゃいけないと全く思ってないんで、うん、はい、そういうのを受けたい人は全然受けるべきだと思います、そうですね、やりたいこととマッチするならね、そうですね、はい、まあ、評定金の条件がなかったり、まあ、なんなら浪人生も受けられるらしいですし、うん、そうですね、かなり間口が広い試験になってくるので、うん、まあ、倍率は高くなりそうだなっていうのはありますよね。そうですね、はい、では次に駒澤大学です、はいはい、駒澤大学そんなに数が多くないん で、ね、まあ、これも一気に出しちゃいますね、はいはい、総合評価型と特性評価型って2つあるんですけど、はい、もう一気に出しちゃいます、はいはい、でこれで言うと倍率 1.0 はない、うん、ないですね、はいはい、まあ、1.1、1.2 があるので、はい、まあ、比較的低倍率というのはあるんですけど、うん、明確なまあ 1.0 倍、まあ、全員受かってるというのはない、はい、そうですね、という形になります、うん、はい、でこれ一応この2つのはい、形式で言うと簡単に説明だけお願いしてもいいですか。はい、そうですね、さっきの東洋とかと一緒でですね、うん、活動実績がある人が総合評価型、特性評価型が資格を持ってる人向けの入試っていうことになりますね、はいはい、まあ、ざっくりということで細かいところはご自身でもチェックしてみてください、はいはいはい、で最後に専修大学なんですが、はい、まあ、一応持ってきたでやられたんですけど、まあ、これだけなんですね、はい、出しますドンと、はいはい、まあ、つまりないですと、はい、そうですね、そもそも専修大学はあんまりこういういろいろ年内入試でごちゃごちゃっていうのを、まあ、やらない、やらないですね、はい、方針だみたいで、はい、なので、まあ、そもそも
ないですね、数字がそんなにね、はい、うん、ほぼこれが全部ですね、あの選手でいうところの、そうなので、はい、まあ、もしかするとなんですけれども、うん、まだだから奥の手とかはあまり使ってない大学とも言えるかもしれないので、うん、まあ、まあ選手のいい悪いとかじゃなくてですね、はい、もしかすると、まあ、ゆくゆく奥の手を出してきたりとか、うん、まあ、日大とか東洋の動向を見て後出しじゃんけんしてくる可能性があるのかもしれないなと個人的には感じております。そうですね、はい、まあ、指定校ですとか付属とかは多分取ってると思うんですけれども、うん、あ、めっちゃあるね、はい、うん、そうですね、こういった公募型の推薦みたいなのはあまりまだやってない大学ってことになりますね。そうですね、だそれを、うん、だから全部、はい、全てに手を広げて目いっぱいその身にあれを受けてるのが日大ですね、はい、付属も今知ってるのですが付属もいっぱいあるし指定校もめちゃくちゃあるし、うん、はい、うん、あの選手はもちろん付属あるし、はい、指定校もあるんですけども、うん、まあ、ただあんまりこのだから年内入試ところに舵は切ってない、うん、そうですね、うん、っていうところですかね、はい、そう、逆に東洋とかって、うん、やっぱこの推薦に比較的手を広げていたりするの で、ね、はい、例えば、ね、明らかに日大と比べたらこう付属とかってそんなないじゃないですか、うん、そうです、まあ、日大と比べて指定校あるんですけどね、はい、そっとかっていうのもあるので、やっぱ各大学言って日東駒線ってくくっちゃいますけど、うん、僕らね、まあ、若干こう毛色毛並みの違いっていうのはあるので、うん、まあ、皆さんもよくチェックしつつ、まあ、自分が行き手とかあればね、はい、受けるべきだし、逆に例えばこういうことやりたいんだけどちょっとこう受かるかどうか不安だよね、うん、総合型とか学校推薦型狙ってるんだけどって人は、逆に言えばこれって言ったら滑り止めじゃないですか。はいはい、わかります、はい、なので、うん、最悪ここ出せばいいじゃんって思えば、逆に果敢に例えばね、はい、高1生の頃から活動実績積むようにこういろいろ努力して、うんうん、チャレンジして、はい、例えばね英検とかも頑張ってみて、で万が一ねうまくいかなくてもこういうのあるじゃんって思えば、逆にこれってこう実際受けないだけで心の中の滑り止めというかになりうると思うんですよね。そういう考え方も僕としてはありかなというふうには思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。今日は推薦塾の橋本さんにお越しいただきました。はい、まあ、推薦に関してはあの非常にあのプロの先生なので、うん、もしねあの推薦について聞きたいよとか、あの推薦のなんか対策してほしいよっていう方は、はいはい、ぜひあの推薦塾さんの動画チェックいただいて、はい、塾の方にお問い合わせいただければと思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましたありがとうございました。